レーダース、失われた、アーク、世紀は、1981年のアメリカのアクションアドベンチャー映画。ジョージ・ルーカスとフィリップ・カウフマンの原案をもとに、スティーブン・スピルバーグが監督、ローレンス・カスガンが脚本を務めた。ハリソン・フォード、カレン・アレン、ポール・フリーマン、ロナルド・レーシー、ジョン・ディス・デーブ、デンホルム・エリオットらが出演する。フォードが演じるインディアナ・ジョーンズは、 世界を飛び回る考古学者で1936年にナチスドイツ軍と戦いながら軍隊を無敵にすると言われる長い間行方不明になっていた世紀を取り戻そうとする。ルーカスがレーダース失われたアーク世紀を構想したのは1970年代初頭のことである。20世紀初頭の連作映画を現代風にアレンジしたいと考えたルーカスは カウフマンと一緒に構想を練り、カウフマンはこの映画の目的として正規を提案した。ルーカスはその後、1977年に発表したスペースオペラ、スター・ウォーズの開発に専念した。同年、レーダース、失われたアーク、正規の開発が再開され、その数ヶ月後にプロジェクトに参加したスピルバーグとアイデアを共有した。二人は、 映画のセットやスタントのアイデアを持っていたが、その間の物語のギャップを埋めるために、カスダンを雇った。1980年6月に2000万ドルの制作費で撮影が開始され、翌年9月に終了した。撮影は、イギリスのエルストリースタジオのセットのほか、主にフランスのラロシェル、チュニジア、ハワイなどで行われた。公開前の世論調査では、スーパーヒーロー映画、 スーパーマン2に比べて観客の関心は低かったが本作は全世界で約3億3050万ドルの1981年の最高興行収入を記録し一部の劇場では1年以上にわたって上映された。批評家からは連続映画を現代風にアレンジしたことノンストップのアクションとアドベンチャーそしてフォード・アレン フリーマンを中心としたキャストが評価され、成功を収めた。この映画はいくつかの賞にノミネートされ、中でもアカデミー賞5部門、サターン賞7部門、バフタ賞1部門を受賞した。史上最高の映画の一つとされており、大衆文化に永続的な影響を与え、いくつかのメディアで多くの模倣作品を生み出し、他の映画制作者にも影響を与えている。 米国議会図書館は1999年にこの作品をアメリカ国立フィルム登録簿として保存することを決定した。後にインディ・ジョーンズシリーズとなる第1作目でインディ・ジョーンズ、魔球の伝説、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国の3作品のほか、テレビシリーズ、ビデオゲーム、コミック本、小説、テーマパークのアトラクション、 玩ング、アマチュアによるリメイク版などが制作された。2022年には第5作目の公開が予定されている。舞台は1936年。プリンストン大学で教鞭を取る巧妙な考古学者インディアナ・ジョーンズ教授は愛用のハットとムチを手にして秘境や遺跡を探検する冒険家であり、世界中の宝物を探して発見するという凄腕のトレジャーハンターでもあった。 南アメリカの森からホビット族の追跡を感じながらチャチャポヤンの遺跡へ向かうところから始まる。トラップを熟知し、くぐり抜けゴールデンアイドルを手に入れるが、遺跡を出るとインディのライバルであるフランス人の考古学者ルネ・ベロックが待ち構えており、彼によりゴールデンアイドルを奪われ、さらにホビット族からの追跡されるも、なんとか水蒸気で逃げ出す。後日、 アメリカ陸軍情報部より、インディの下に、ナチスドイツが、エジプトカイロ近郊のタニスの遺跡を発見して、正規の発掘に着手したという情報が舞い込む。また情報部が傍受したドイツ軍の電報によれば、正規のありかを示す重大な手がかり、ラーの杖飾りは、インディの恩師であるアブナーレイブンウッド教授の手にあると言う。何としてでも、ナチスより先に正規を手に入れろとの依頼を受け、 インディは正規の争奪戦に臨む。その頃ベロックはドイツ国防軍正規発掘部隊の指揮官であるヘルマン・リートリヒ大佐と共にタニスの発掘現場へと送り込まれていた。インディはアブナーの日記を手がかりに一路ネッパールヒマラヤ山脈奥地の乾村へと向かう。彼の娘であり、かつてインディの恋人でもあったマリオン・レイブンウッドが営む酒場を訪れるが、 すでにアブナーは死亡していた。マリオンも今やインディに協力的ではなく、また、アスクるようにと言って彼を追い返すが、直後にインディを尾行していた、ゲシタポのエージェントアーノルド・エルンスト・トートラが酒場に現れ、マリオンに杖飾りを渡すように強要する。トートはマリオンの目を、火かき棒で焼き潰そうとするも、毎一発でインディが現れて、これを阻止。 炎に包まれた酒場での銃撃戦の中、とうとうは炎に炙られていた、杖飾りを見つけて拾い上げるもの,の、手のひらに火傷を負い、あまりの苦痛に杖飾りを手放して、店を飛び出してしまう。結局、店は焼け落ちて、杖飾りを取り戻したマリオンは、インディと共に、エジプトへと向かうのであった。カイロに到着したインディは、友人の発掘をサラーを頼りに、 タニス発掘の情報を集める。しかし、ディートリッヒの部下に襲撃を受け、マリオンがトラックの爆発に巻き込まれてしまう。その上、すでにドイツ軍が杖飾りを入手していることを知る。実は、ディートリッヒらに合流した党との火けどから複製されたのだが、杖飾りは両面揃って初めて正しい発掘場所を示すため、片面しか得ていない。ドイツ軍は未だに正規が隠された。 魂の井戸の特定には至っていなかった。次の日、インディとサラーは、エジプト人採掘者に紛れて、遺跡の発掘現場へと潜入し、本物の杖飾りを用いて、魂の井戸の場所を突き止め、さらに生きたまま捕らえられているマリオンを発見する。そして密かに発掘を行い、ついに、魂の井戸と世紀を発見するも、明け方になって、ベロックラに現場を見つかってしまう。 インディは正気を奪われた上、マリオンと共に、魂の井戸に閉じ込められてしまう。魂の井戸からインディとマリオンは脱出して、脱出した先の飛行場で、正気をベルリンへ空輸される準備に取り掛かっている、ところを目撃し、輸送機に紛れ込もうとするが、整備士に見つかり乱闘になる。マリオンはパイロットを気絶させるが、輸送機に閉じ込められてしまい、さらに輸送機が動き出し、 回り始めてしまう。インディが屈強な兵士と争ってるところに、ドイツ軍の援軍がやってきて、マリオンが輸送機の機銃で応戦するが、その際燃料の保管場所にも命中して、爆発、さらに輸送機の翼に当たって給油車から漏れたガソリンに引火してしまう。激闘の末、インディと格闘した兵士は、輸送機のプロペラに引き裂かれ、インディは輸送機の扉を銃撃して、 マリオンを救出し、早期が爆発する前に脱出、タニスから正規の空輸を阻止することに成功する。ベロックラは計画を変更し、カイロで正規を空輸することに変更し、テントに隠れていたインディとマリオンを発見したサラーは、それをインディに伝える。ベロックラは正規を積んだトラックと共に、カイロへと向かうが、馬で追跡してきたインディはトラックごとを奪い、カイロで、 サラーの用意したガレージに身を隠す。インディとマリオンは、正規とともに、イギリス一気貨物船、バンツー・ウィンド号に乗り込み、エジプトを脱出した。しかし翌朝には、U ボートが現れ、ディートリッヒ率いるドイツ兵の臨検を受けて、再び正規は奪還され、マリオンも捕らえられてしまう。一方のインディは、船長が海に始末したと偽って、ドイツの目を欺いてくれた隙に、 ユーボートの外側に何とかしがみついていた。正規を積んだユーボートはギリシャクレタ島の秘密基地に到着し、陸に上がったインディは警備兵の制服を奪う。ベロックが儀式の再現を提案すると、当初ディートリッヒはユダヤの儀式だとして反対したものの、空の箱を相当に届けるわけにはいかないと説得され、渋々ながらこれを認める。儀式を行うべく、 正規を運搬している最中、再びインディは襲撃を仕掛ける。ロケットランチャーを手にしたインディは、マリオンを返さなければ、正規を破壊すると脅迫するものの、考古学を愛するインディが正規を攻撃できるはずが、ないと踏んだベロックは交渉を拒否。捕らえられたインディは、マリオンと共に柱に縛り付けられ、彼らの目前で、ついに儀式が開始された。ところが、ベロックが、 正規の蓋を開くと、中には砂が入っているばかりであった。ディートリッヒは激怒し、とうとうは嘲笑したが、直後に精霊が飛び出して、ドイツ兵たちの間を飛び回る。異変を察したインディはすぐさまマリオンに目を閉じるように、言って自らも目を閉じる。やがて美しい精霊は恐ろしい姿に表現し、正規から飛び出した乱撃が、ドイツ兵たちを串刺しにした。そして、 正規から上がる炎で D 取引は光らび、とうとはドロドロに溶け、ベ・ロックの頭は破裂した。天まで届いた正規からの炎が収まり、インディとマリオンがようやく目を開けると、もはや人の気配はなく、正規だけが残されていた。その後、インディはワシントンにて、陸軍情報部への報告を得るが、担当者たちが正規の進化を理解しなかったことに失望を覚える。 そんなインディを慰めるため、マリオンは共に街へと向かう。そして世紀は極秘の楽園を押された木箱の中に鍵をかけた上で厳重に保管され、安全な場所、すなわち無数の木箱が山積みとなった政府機関の秘密の地下倉庫の伊豆国かに隠されたのであった。新たなる希望で一度解散した資格効果チームはインダストリアルライトマジックとして再結集。 帝国の逆襲の自作が、レーダースとなった。視覚効果監督は、リチャード・エドランド。現在は、映画監督となったジョージョン・ストンが、SFX シーンの絵コンテを担当。インディがアメリカを立つ際に乗る飛行艇、追跡シーンで、ジープが転落する、崖、ラストの薄暗い倉庫など、マットペインティングも、効果的に使われた。終盤の D トリと、ベロックが死ぬ場面は、 クリス・ウェイラスによる特殊メイクアップ効果。それぞれの俳優の頭部から型取りされたモデルを真空ポンプで潰す、熱で溶ける様子を低速度で撮影、ショットガンで破壊という手段で作られた。の効果はデビッド・クローネンバーグ監督のスキャナーズでも使われている。当初、インディの役はトム・セレックが予定されていたが、セレックは当時テレビを中心として人気が絶頂で、 テレビシリーズの仕事を選んでこの役を断り、結局半ソロ役としてでしか、世界中では知られていなかった、ハリソン・フォードが演じることとなった。ヒロイン・マリオンの役には、デブラ・ウィンガーを、スピルバーグは望んだが、私は演技を必要としないような作品には出演しないと断られ、スピルバーグは、激怒したという。また、スピルバーグは当時交際していたエイビー・アービングにも、 マリオン役を打診している。オーディションには、ショーン・ヤングも参加していた。またダイアン・キートンも候補になっていた。映画前編で、セリフは13行しか与えられていないものの、ドイツ語の、死に聞こえる、名前の通り、恐怖感を煽るゲシタポーの、アーノルド・エルンストとートショーサを演じたロナルド・レーシーは、英国で、舞台演出や演技コーチも務めたベテランである。 オランダ時代のポール・バーホーベム作品やテレビシリーズシャーロック・ホームズの冒険のショルト兄弟役などでも知られ最後の聖戦ではセリフもクレジットもないがハインリ・ヒヒムラー役で顔を見せている1991年没二度の結婚で儲けた子供二人も俳優になったショコラやスパイダーマン2に出演したアルフレッド・モリーナは本作が映画デビュー作品であるペルーで インディが乗る飛行艇のパイロットイコールジョック役を演じたフレッド・ソレンソンは10年以上を経た後、ジュラシック・パークのハワイロケがハリケーンで飛んした際に奇遇にも空港に居合わせ、スピルバーグ率いる撮影チームのハワイ撤退を助けた。イルムの視覚効果監督、デニス・ミューレンがインディを尾行し飛行艇に乗るスパイ役で数カット映る。この役は脚本段階では、 トートと同一人物だったが、無名の下タポだったトートが、名前のある役に昇格したために別人となっている。ありがとうございます。